アンドリュー・セバスチャン・ベニンテン・ディは、アメリカ合衆国オハイオ州ハミルトン軍、マデーラ出身のプロ野球選手。左投げ左だ。MLB のカンザスシテロイヤルズ所属。愛称はベニー、イタリア系アメリカ人である。2013年の MLB ドラフト31巡目で、シンシナティレッツから指名されたが、契約せずに、アーカンソー大学へ進学した。 大学時代には2015年にゴールデンスパイク賞とディックハウザートロフィーを受賞している。2015年の MLB ドラフト1巡目でボストンレッドソックスから指名され、プロ入り。契約後、参加の A-9、ローウェル・スピナーズでプロデビューし、A 級グリーンウィルドライブでもプレーした。2球団合計で54試合に出場して打率。313、11本塁打。 31打点、10盗塁を記録した。2016年開幕前に MLB.com が発表したプロスペクトランキングでは5位だった。A 級セーラムレッドソックスで開幕を迎え、5月16日に A 級ポートランドシードックスへ昇格。7月にはオールスターフューチャーズゲームに選出された。8月2日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、 同日のシアトルマリナーズ戦でメジャーデビュー。翌日の同カードではメジャー初安打。8月21日のデトロイトタイガース戦では初本塁打を記録した。この年は34試合に出場。打率295、2本塁打、14打点、1盗塁という成績を残した。また、クリーブランド・インディアンスとのオールズでは、 球団史上最年少でのプレイオフでのホームランを記録。また、プレイオフでも打率333、オプス1.111を記録した。2017年開幕前に MLB.com が発表したプロスペクトランキングでは1位だった。この年はシーズンを通してメジャーに定着した。左翼種のレギュラーとして固定され、クリーンナップに座る機会も多かった。 シーズンでは151試合に出場して打率271、20本類が90打点、20盗塁を記録した。一方で調子の波が大きく月間打率が300前後の月と200台前半の月を交互に繰り返した。2018年は開幕ロースターに入った。シーズンの前半はチームの精裁抑止で2番打者として、 またムキーベッツの控えとして起用された。7月8日のオールスターのアメリカンリーグのオールスターゲーム最終投票に残っていたが、選出は逃した。この時点で、打率、293、出塁率、379、超打率、515、14本塁打、55打点だった。最終的には148試合に出場し、打率、290、 16本類八87打点、21盗塁を記録した。得点、安打、2類打3類打盗塁、出塁率等の部門で、キャリアハイの数字をマークした。左翼の守備でも、アリーグ3位となるウザープラス5にデフマイナス0.4を記録し、DRS でもプラス4の指標を記録し、ゴールドグラブ賞のファイナリストにノミネートされた。年は、 すべての項目で前年からは成績は落とすものも3年連続で2桁本塁打を達成した。守備面ではウザープラス1.4、デフマイナス4.5、DRS マイナス3を記録するもゴールドグラブ賞のファイナリストに2年連続でノミネートされた。2020年2月8日に2年総額1000万ドルで契約を延長したことが発表された。 2021年2月10日にレッドソックスとカンザスシティロイヤルズ、ニューヨークメッツの3チーム間でトレードが行われ、ロイヤルズがレッドソックスからベニンテンディオ、レッドソックスがロイヤルズからフランチー・コレデロと2人の後日発表選手、メッツからジョシュ・ウィンコースキーと1人の後日発表選手をメッツがロイヤルズからカリルリーをそれぞれ獲得した。ありがとうございます。